であんまりうまくいくかどうか。まあちょっとやってみようと思いますが、末井明のテーマフィーチャリング末井明。キーだけちょっと待って、ちょっと待って、キーを、キーを。まあ本人が。いたえ、まあ、ちょっと待ってな。まあやっちゃう。はい、じゃあ、聞いてください。末井明のテーマフィーチャリング末井明。すげいすげいすげいあきら、エッセイ賞も受賞した。自殺というノンフィクションで、母親が爆発して死んだという衝撃告白。僕の親父は首吊りさ、むしろ地味だと思ってしまった。なんて派手な死に方だろう、死に方は生き方さ。スレイスレイスゲ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 イアキラ。初めてお会いした時に、うちの父親も首吊りで自殺しましたが、爆発に比べたら地味でしたと。そう言うと末井さんの方も、うん、首吊りはダイナマイトに比べると地味だねと言った。気違いカンバセーション。できたので、スエイ俺その人のスリーショット撮ってみたけど、考えたら3人とも親が自殺してる怖い写真が撮れた。タイトルをつけるなら遺族。スエイスエイスエイ、ありがとうございます。